F1 の直下カテゴリーに位置づけられている F2 は、昨年1大会につき計3レースを行い、ポイントシステムも複雑になり、いまいちピンとこなかった方もいたのではないでしょうか。参戦初年度で見事タイトルを獲得したオスカー・ピアストリは F1 に昇格したものの、残念ながらレギュラードライバーではなく、1年を棒に振るとも言われるリザーブドライバーとなってしまいました。 F2 参戦3年目でランキング3位を獲得したチョウ・グアンユーが F1 のレギュラードライバーになったことを考えると、ピアストリは実力ではなく、ただただ運とタイミングに恵まれなかったと言えます。毎年の F2 チャンピオンが自動で F1 に昇格できるようなルーキーの受け皿的なチームがあれば良いのですが、お金のかかりすぎる F1 の世界では現実的ではないので、今後も同じようなことが繰り返されていくと思われます。今回は2022年の F2 の変更点、そして気になる開幕前テストの結果をお届けします。まず今シーズンの F2 のカレンダーをご紹介します。開幕戦は F1 との閉鎖で、3月20日に決勝を迎えるバーレーングランプリとなります。今シーズンの F2 は全てのレースが F1 との閉鎖となります。つまり F2 のドライバーとしては F1 の関係者に猛烈にアピールする機会が非常に多いと言えます。このように2022年の F2 は過去最多となる計28レースで行う予定でした。しかしロシアグランプリが中止となったため、今のところそれに代わる開催地は発表されていません。 F1 ではポルトガルが候補地と言われていますが、 F2 ではこれまでにポルトガルでレースをしていないので、今後の発表を待ちたいと思います。もしかしたら中止のまま1大会の計2レース分が少なくなることも予想されます。個人的には毎年のように F2 はシーズン後半に2ヶ月近く間が空くというのがすごく気になっています。今シーズン9月9日に開幕するイタリアグランプリから最終戦までは2ヶ月以上も空くことになります。ドライバーのモチベーションの維持もあると思うので、この部分は改善してほしいなと感じています。皆さんはこのスケジュールについてどう思いますか？では今シーズンの F2 のポイントシステムをご紹介します。 FIA F3 とは少し違いますが、今シーズンは残念ながら FIA F3 に日本人ドライバーは参戦しないみたいなので、 F2 だけをご紹介します。 F2 では1つの大会で計2レースずつ行いますが、1つ目のレースをスプリントレースと言い、2つ目のレースはフューチャーレースと呼ばれています。スプリントレースはフューチャーレースよりも短い約45分で120キロ前後の周回で行われ、フューチャーレースは約70分、170キロ前後となっています。少しややこしいのがスタート時のグリッドの決定方法です。 F2 でも F1 と同じく予選が行われますが、ここでの結果はその後行われるスプリントレースではなく、最終日に行われるフューチャーレースのスターティンググリッドとなります。スプリントレースのグリッドはこの予選の上位10人のドライバーのリバースグリッドとなります。つまり予選で最速タイムをマークしたドライバーがスプリントレースの10番グリッドということになります。一見予選ではトップを狙わなくても良いのではと思ってしまいますが、予選最速でポールポジションを獲得したドライバーには2ポイントが与えられ、さらに本番ともいえるフューチャーレースをポールポジションからスタートできるので、断然有利な状況を手にすることができるのです。つまり予選とフューチャーレースが通常のレースで、その間のスプリントレースは波乱を生み出そうとする特殊なレースと言えるかもしれません。スプリントレースでは上位8位までのドライバーにポイントが与えられ、1位10ポイント以下このようになっています。ここでファステストラップを記録したドライバーには F1 と同じく10位以上でレースを終えていれば1ポイントが与えられます。そして最終日のフューチャーレースが一番多くのポイントを獲得することができます。ここでのポイントシステムは F1 と全く同じで、1位が25ポイント、2位18ポイント、3位15ポイントと以下10位までが入賞となります。さらにファステストラップを記録したドライバーにはスプリントレース同様に10位以上の入賞者には1ポイントが与えられます。つまり2022年の F2 では
一つの大会で獲得できる最大ポイントは、ポールポジションの2ポイントプラス、スプリントレースの10ポイントプラス、ファステストの1ポイントプラス、フューチャーレースの25ポイントプラス、ファステストポイントの1ポイントで、計39ポイントになります。昨年のチャンピオンのオスカー・ピアストリは、ランキング2位のロバート・シュワルツマンに対し、60.5 ポイントという差をつけていたので、激戦の F2 において、参戦初年度にもかかわらず、ベテラン勢に実質 1.5 レース分の大差をつけての圧勝劇だったことがわかります。今シーズンの F2 はなんといっても、強豪ビルトゥオーシから参戦する佐藤マリノ、そしてダムスから参戦するレッドブル育成の岩佐歩夢の日本人ドライバーに注目が集まります。佐藤マリノのトップチーム入りは、実は1年以上前から予定されていたみたいですね。F2 で3年目を迎えた佐藤マリノは、まさしく勝負の年と言えます。昨年は F2 参戦3年目の超ゴアンユーが、このビルトゥオーシでランキング3位を獲得しているので、佐藤マリノが F1 ドライバーになるためには、最低でもランキング3位以上、可能であればタイトル獲得で、強烈なインパクトを残すことが求められます。佐藤マリノは2019年に、ユーロフォーミュラオープンで、他のドライバーを圧倒し、タイトルを獲得していますが、この時のランキング2位が、レッドブル育成ドライバーのリアム・ローソン、4位が F1 ドライバーの角田裕毅、そしてランキング11位が、驚異の新人と言われている、ジャック・ドゥーハンだったのです。このジャック・ドゥーハンが、今シーズンの佐藤マリノのチームメイトなのです。つまり、今年のビルトゥオーシは、非常に強力なドライバーラインナップと言えるのではないでしょうか。そんな佐藤マリノのライバルは、チームメイトのジャック・ドゥーハン、レッドブル育成のリアム・ローソン、ユーリ・ビップス、岩佐歩夢、強豪プレマのデニス・ハウガー、そして ART のテオ・プルシェールあたりと言えるのではないでしょうか。では、それを踏まえ、先日行われたバーレーンでの開幕前テストの結果を見てみましょう。テスト初日のトップタイムは、レッドブル育成のユアン・ダルバラの1分42秒074でした。ちなみに昨年のバーレーングランプリの F2 でのポールポジションタイムは、ビルトゥオーシのチョーゴアンユーが出した1分42秒848だったので、今年の F2 はいきなりそのタイムをコンマ8秒も短縮しているのです。佐藤マリノは全体13番手、チームメイトのジャック・ドゥーハンは18番手、岩佐歩夢は15番手でした。2日目のトップタイムはカンポスのラルフ・ボシュングの1分42秒096でした。ジャック・ドゥーハンと佐藤マリノのビルトゥオーシ勢が5番手6番手、岩佐歩夢は全体20番手でした。最終日となる3日目のトップタイムは MP モータースポーツのフェリペ・ドルゴビッチの1分44秒911で、岩佐歩夢がトップ10入りとなる全体10番手、佐藤マリノは16番手でした。F1 と同じく、あくまで開幕前テストの段階ではありますが、佐藤マリノは着実にマシンに適応し、乗りこなしてきているように感じます。岩佐歩夢も、F2 のモンスターマシンに徐々に慣れていると思うので、これから開幕までに万全の状態にしてほしいですね。このように、2022年の F2 は、今のところ全13大会で、計26レースが決定しているということになります。昨年からの変更点もあるので、このポイントシステムを覚えて、佐藤マリノと岩佐歩夢の日本勢を応援していきましょう。特に強豪、ビルトゥオーシのシートを得た佐藤マリノには、注目していきたいと思います。皆さんは今年の F2 では、誰が強そうだと感じますか？どんなジャンルでも、日本人の活躍が聞こえてくると嬉しいですよね。ガンバミンとしてほしいです。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。